おはようございます。今日は日曜日、これから超遅めのお昼ご飯食べに行ってきます。誕生日の時にダイナーのギフトカードもらったのね。そう、なんかちょっと行ってきたいと思います。今日めちゃめちゃあったかい春の陽気って感じ。全然なんかこのスカスカのセーターで余裕、超あったかい。ニューポートビーチに来ました。ニューポートビーチあんま来ないんだけど、他ニューポートビーチっていうかバルボアアイランドなのかな、なんだけど、こんな感じ見えるかな。超天気良くて暖かくていい感じです。よいしょ。これからのそのルービーズっていうご飯食べに行ったんだけど、今日ね、日差しが強くてサングラス持ってきてないからちょっとなんか眩しいんだけど、そう、いい感じ、超気持ちいい。散策してから帰ってきたいと思います。ここに来たのは初めてじゃなくて2回目ぐらいです。あんまりなんかこうお店があったとか知らなかったから、ちょっと意外となんか新鮮な気分なんですけど。いいね、こういうお家、目の前がボートの船着き場みたいな、ポートみたいになってる。これとか超かわいいね。すごい、あれもかわいいね。すごい高いんだろうね、こういう家は。こっち側も家があるね。中のレストランあるんだけど、この中に代わりにここで買って、後で砂浜かどっかで食べようと思います。寒すぎたので車帰って食べることにします。で、買ったものは、私はシュリンプ&チップス、
エビフライ、エビフライみたいなのと、チップスはなんだっけ、ポテトね。あとこれはうちの彼のなんだっけ、ルービーズバーガーっていう普通のハンバーガーとポテトのやつです。あとソーダ。めっちゃお腹いっぱい。今6時くらいなんだけど、多分夕飯食べないと思うからまあもしかしたら後でなんかちょっとサラダかなんかちょっとつまむかもしれないんだけど、全然お腹空いてないから、もちろんだけどね、なんで今日はまた多分映画かなんか見ようかな。明日もお休みだからね、映画かなんか見ようかなと思ってます。はい、ということで今日のブログもこの辺で終わりたいと思います。ではまた明日のブログでお会いいたしましょう。バイバイ。